Design your fantastic future. Fantastic future.3月15日金曜日、時刻は8時を回りました。坂東さやかさんのポッピンフラッグに代わって、ここからは FM802 デザインはファンタスティックフューチャー。こんばんは、ファンタスティックス中島颯太です。今から1時間、今夜は東京のスタジオから生放送やっていきます。よろしくお願いします。ということで、まあ、今日の話なんですけども、早速届きまして、ラジオネームみーちゃんさん、そうちゃんこんばんわんわん、こんばんわんわん、今日のお昼ポカポカの本番で30個決めたの、本当にさすがすぎました。かっこよかったです。そうなんです、今日お昼ですね、ポカポカフジテレビのですね、出させてもらいまして、おっぱんというドラマの番宣だったんですけども、麻雀のこうピンを何個こう山積みできるかみたいなやつだったんですけども、あのその何個いけたかで秒数が決まるんですよね。で15個をまずいけて15秒決まったんですけども、どうせなら30個ということで、僕練習では1回もできなかったのに本番だけできまして、30秒の告知ができたっていうね、本当に嬉しかったですよ。そう、ありがとうございます、見ていただいて。はい、そしてそのね、おっぱんの話が届きました。ラジオネームウッディさん、中島颯太さん、いや五十嵐大地さん、こんばん、ワニワニパニックいた、何してんねん、逃してんねん、挨拶やりすぎ。いよいよ明日おっぱんが最終回ですね。そうなんですよ、ドラマおっぱん、これまで約2ヶ月間の間、誠さんたちが回を重ねるごとにアップデートしていく姿をとても楽しく見ていました。そんなおっぱんが明日で終わるのは寂しいですが、しっかり楽しく見たいと思います。颯太くんはおっぱんの中で一番好きなシーンは何ですか、ぜひ教えてください。これね、一番好きなシーンが本当に選べないぐらい、毎話というか毎シーンいいんですよ。そういうのがおっぱんの凄さっていうのもあるんですけど、好きなシーン選べないですね、もうこれは本当に。大地くんが誠さんへのアップデートの仕方の言葉選びと、このかけるくんへの言葉選びっていうの違いとかも見ながら、見ていただけるとですね、そのさらにアップデートの深さを感じるんじゃないかなと思います。あとちょっと面白くて好きな可愛いシーンは、かけるくんの野球部のメンバーと一緒にあらしたっていう時のあしゃっていう雑な挨拶、めちゃくちゃ良かった、あれ好きでしたね。はい、あともう一通読みたくて、これもぜひお届けしたいなと思うんですけども、ラジオネーム佐野バビさん、そうちゃんこんばん、ちゃんちゃんこちゃんちゃんこ、いつも楽しみに聞いています、ありがとうございます。ついにおっぱん最終回ですね。はい、おっぱんは昭和生まれの私からすると、耳が痛いことや共感できる場面がたくさんありました。4月から中学生になる息子を持つ母としては、ミカ3回が特に号泣でした。わかる、ミカ3回やばいね。推し活にハマった背景はまるで自分と重なるようで、涙なしには見られませんでした。自分ももっともっとアップデートが必要だなとつくづく感がさられる作品でした。そうちゃん演じる大地くん、まるで息子を見るかのように見ていました。どうしたらあんないい子に育つのかと。私も大地の母美穂子さんを見習って子育て頑張りたいと思います。そうちゃん撮影お疲れ様でした、これからも楽しみにしています、ありがとうございます。いや嬉しいですね、しっかり見ていただいて、本当たくさんの方に届く作品かなと思いますので、そして明日が最終回なんですよ、ぜひ皆さん見て盛り上げてください。僕もですね、明日で一つの卒業を終えてですね、皆さんも一緒に春に向かっていくということで、まあ今夜も質問とかメッセージ待っているんですけども、こんなメッセージを募集しようかなと思います。今夜は母校のいいところ、そして自慢できるところ、こんなことがありますとか、先輩がこんな人なんですみたいなのを送ってもらえたらなと思います。そしてファンタスティックチョイスコーナーってメッセージもお待ちしております。このコーナーはあなたが今この後すぐ、もしくは今週末までのちょい未来の案件で選択しなければならないこと、送ってくださればいい未来が訪れますようにって思いで、僕が直感で選択するコーナーです。受付は FM802 ホームページにあるリクエスト&プレゼントのバナーをクリック、コーナーってメッセージは最初にファンタスティックチョイスと書いてからメッセージ投稿してください。ぜひお待ちしております。それではオープニングナンバーいきましょう。そんなおっぱんのオープニング主題歌です、聞いてください。ファンタスティックスでアップデライフ。
FM802 デザインユアファンタスティックフューチャーファンタスティックス中島壮太が生放送でお送りしています。進学就職などでこれから関西を離れ、この週末など関東に引っ越すって方もいるんじゃないでしょうか。東京大阪移動するとき馴染みのメロディーといえばこれですよね。新幹線がつなぐ人と人との相対を支え続けていく思い、この春環境が変わるあなたにお送りします。離れ組で会いに行こう。この週末はようやく春っぽい暖かさがやってきてですね、会いたい人と会って楽しく遊べる週末を過ごしてください。メッセージ、ラジオネームほのかちゃん、ソタこんばんちゃちゃちゃ、こんばんちゃちゃちゃ。この春から高校3年生になり受験の年になります。私は関西大学を目指していて、ソタに来年大学合格しましたと言えるように残り1年間頑張りたいので、私に勉強のやる気が1年間続くように活を入れてください。来月の大阪のライブ楽しみです。ソタ大好きです。僕と一緒行きたかった関西大学に目指しているということで、でもね、まあ高校3年生で高校ラストの1年間はまあ思い出というか青春をぜひ過ごしてほしいんですよね。だから楽しいことと勉強もなんかうまくやってほしいなって、でその中でもなんか楽しい時に私勉強してないからやばいなって思わずに、私は効率がいいんだみたいな、楽しんでもしっかりこの時間で集中して勉強するから合格できるんだっていう吹っ切れ方が結構大事かなと思います。だからもう楽しむ時は思いっきり楽しむ、そして勉強する時は思いっきり勉強する、なんかその効率よくね頑張ったら絶対に関西大学行けると思いますし、入ったらめっちゃ楽しいと思いますので、まあ、行ってはないですけども、あのそのね同級生みんないて楽しそうだったんで、いやぜひね楽しんでください。ほのかちゃん頑張ってください。そしてラジオネームはるたさん、そうたくんこんばんちゃっす、こんばんちゃっす。明日新潟だから録音そうたかと思ってました。私も明日の昼の飛行機で新潟に行ってライブ入ります。アリーナの後方ですが、そんなこと気にせずめちゃくちゃ盛り上げるので後ろの後ろまで声を届けてください。ライブ楽しみにしています。そうなんですよね、明日はですねファンタスティックスのアリーナツアーインターストラティックファンタスティックの新潟公演ということで、来ていただけるんですよね、春田さんも。で、後方だけど気にせずめちゃくちゃ盛り上げる。この言葉は嬉しいですね。で、僕たちもライブの常々言ってるんですけども、奥の奥まで、本当に一人残らず来てくださった方は楽しんで帰ってもらいたいって思いでやってるので、春田さんもそうですし、奥の奥の皆さんもぜひ声出して盛り上げていただけると、そして一人で来ても全然恥ずかしくないですか、皆さん。声出してね、一緒に盛り上がってほしいなと思います。明日何が起こるか分かんないんですから、その日をその瞬間を楽しんでいただけると嬉しいです。お願いします。ということで音楽続けていきたいんですけども、僕の大好きなアーティストの新曲ですね、2日前3月13日水曜日にですね日本武道館での初ワンマンライブを行った、そしてその日に配信が始まった曲です。タイトル通り最初から全速力で息切れなしでクールに走り続けるファンクチューンです。聴いてください。イリでラン。お送りしたのは梅田サイファーで桜でした。そしてですね、前半に言っていた母校の自慢できるところとかすごいところなんですかって言ったらめちゃくちゃ送られてきました。読んでいきましょう。ラジオネームゆうはさん、そうたくんこんばんちゃ、こんばんちゃ。私の母校の自慢はダンス部が日本一になったことがあることです。すごいいいね。ダンスがさ身近にあるのって本当に素敵な環境ですよね。しかもそれを見れるし、母校の自慢っていう言ってくれる側のダンス部も嬉しいだろうし、すごいです、いいですね。ラジオネームルナさん、そうたくんこんちゃ、こんちゃ。私の母校の自慢できるところは卒業生にサッカーの元日本代表の岡崎慎司さんがいることです。うわこれは上がる。サッカーやってた側からしたら、私が在校中の時一度創立記念日で来校されて初めてお目にかかれたのが思い出です。いいね、すごい歴史作った人ですから、だってすげえ。ラジオネームスルリンスのソタさん、そうちゃんこんばんちゃ、こんばんちゃ。私の母校は高校はミュージックコースがあって、ミュージカル専攻やピアノ専攻、バイオリン専攻などがあるコースがあります。私は高校3年生の時にそのミュージカルコースの子たちと合同のクラスだったんですけど、毎日歌やダンス楽器の練習をしていて音楽にあふれている素敵なクラスでした。めっちゃいいやん。
毎月昼休みにコンサートを開催したりと、音楽が大好きな私はとても癒される学校でした。そうたくんの高校の魅力があれば教えてほしいです。いやこれめっちゃいいね。昼休みにコンサート、めっちゃ経験にもなるし、見てる側もめっちゃねいいですよね。そうたくんの高校の魅力はあのジャルジャルさんと同じ高校、はい大好きです、ジャルジャルさん。そして2回も母校に訪問の時に僕がいる世代でした。そして僕のクラスでした、あのサプライズ登場がっていうね、本当に夢のような時間がありましたね。ラジオネームリサさん、そうちゃんこんばんちゃ。こんばんちゃ。私の学校の自慢できるところは壁がないところです。特別教科棟の壁がないのと壁も屋根もない廊下があります。多分同じ学校の人はここまで聞いたらわかります。壁がなく屋根もない廊下で壁がない、壁がないってすごい、どういう環境でそれは勉強を丸見え、すごいな。今このスタッフさんも含めて全員へーってなってますけど、すごい壁がない、雨大変ですね。ラジオネームココミさん、そうちゃんこんばんちゃ。私の母校の自慢できるところは敷地面積が東京ドーム3個分あるところです。でかくね。スポーツが強い学校なのでサッカーコート、テニスコート、体育館が2つずつあったり、2つずつってすごいな。野球場、柔道場、剣道場、卓球場や陸上のトラックもあります。敷地が広い分移動が大変ですが、覚えるまでは探検みたいでとっても楽しいです。広いってすごいっすね。でもこれなんか体育の授業で次はテニスコート集合って思ってて、その日たまたま雨とかで間違えて柔道場だったとか、もう半端なくね、逆やった場合間に合わない、もう爆走よみんな。これがね確かに大変なところなのかな。いやすごいね、まだまだあるんですけども、ちょこっとまだ後半にも読めたらなと思うんで、皆さんまだまだどしどし、応募しております。ぜひ送ってください。中島聡太が FM802 から生放送、デザインはファンタスティックフューチャー。 CM の後はファンタスティックチョイス。FM802 デザインはファンタスティックフューチャー、ファンタスティックス中島聡太が生放送でお送りしています。番組後半は皆さんお待ちかねファンタスティックチョイスのお時間です。あなたがこの後すぐ、もしくは今週末までのちょい未来の案件で選択しなければならないことに、いい未来が訪れますようにって思いで僕が直感で選択するコーナーでございます。今日は5通読みたいなと思います。ラジオネームアリサさん、ファンタスティックチョイス、ソータくんこんばんちゃ。こんばんちゃ。ソータくんなりの演技がいい寝方はどっちか決めてください。右向きか左向き、4月の大阪公演までソータくんが決めた方で毎日寝て神席ゲットしてみせます。いつもポジティブ思考で元気な中島が大好きです。中島前半まで良かったよ。ソータくんこんちゃとか、ソータくんなりのとか、ソータくんが決めた方でいつもポジティブ思考で元気な中島が大、中島これどっちやろね、これ寝る方向どっちなんやろ。今ちょっと寝る方向やってみてますけど、左かな、左が落ち着くんかな。左で、これがファンタスティックチョイス。よいしょ、出ました。これみんなまだ慣れてないそうですね。毎週というか結構やってますよ。慣れてください。この言い方、左向きがいいかなと決めました。ラジオでもハルボーさん、ファンタスティックチョイス、ソータくんこんばんちゃ。虫やりすぎよ最近みんな、ここボケじゃないからね。ソータくんのラジオを聞き終わってから散歩をするのがルーティンなのですが、今日聞く音楽のジャンル、ジャズかロックで悩んでます。ソータくん決めてください。はい、これはジャズ。ファンタスティックチョイス、これはもうジャズで気持ちよく歩いてください。いいね、9時以降に散歩するの本当に気持ちいいです。最近のね季節とかいいですね。まあまだ寒くね、寒いと思うので、あったかく風邪ひかないようにぜひ散歩してみてください。ラジオネームマンサムさん、ファンタスティックチョイス、あさって友達に1年借りてる漫画17巻を返すのですが、まだ1行たりとも読んでません。今から読むか、正直に読んでないというか、友達ごめん。いや、これは読め、これがファンタスティックチョイス。これ読める読める、あさって返すんですよね。しかもこれ1年借りてるわけですよ。で返した時にごめん読んでないってめちゃくちゃですって。頑張って読もうマンサム。
って言いながらね、僕もめっちゃ読むの遅いんです。気持ちはすごくわかる。でも1年は相当遅い。ちょっと謝りながらね、楽しく面白かったよぐらいは言わないとですね。ラジオネームひなうさぎさん、ファンタスティックチョイス、そうたくん、こんばんは。こんばんは。今仕事終わって帰るところなのですが、帰った後ジムに行くかどうか迷っています。もう2週間以上行ってないからジムに行って走りたいんだけど、めっちゃお腹空いててめっちゃ眠いんです。年度末で忙しくてメンタルもしんどいからストレス発散もしたい。先週はインターステラティックファンタスティック福岡で発散したんだけどね。これはジムに行ってみたらどうでしょうか。ファンタスティックチョイス。これね、もうしんどくて眠いと思いますけど、行ってみたら本当に気持ちよくて全部がはかどる気がするんで、ちょっと最初の一歩はしんどいかもだけど、行ってみたらいいんじゃないですかね。気持ちよくなると思います。ラジオネームひとみさん、ファンタスティックチョイス宛てそうちゃん、今正座してラジオを聞いてるんですけど、正座やめて寝転んで聞くか、このまま正座して聞き続けるか、どっちがいいですか。ちなみにちょっとしびれてきました。これは正座、正座正座。ファンタスティックチョイス。嘘です、ごめんなさい。寝転んで聞いてください。この全然寝転んでください。で、正座して聞いてくれてんの、そんなかしこまったやつじゃないですからね。ゆっくり聞いてください。ありがとうございます。コーナーの締めにお送りするのは、フューチャーをですね、キーワードにセレクトしてきました。まあ、新年度の始まりをブースターをつけた状態でいきなりスタートダッシュかませるような曲セレクトしてきました。聞いてください。スーパーフライで魂レボリューション。お送りしたのはファレル・ウィリアムスフィーチャリングマイリー・サイラスでドクター・ウォーク・イット・アウトでした。2024年最初の新曲で僕もテンション上がったんでかけさせてもらいました。ありがとうございます。そして母校の自慢できるところいっぱい届きました。そうたくん、あ、間違えた、ラジオネームリオチさん、そうたくん、こんちゃちゃちゃ、こんちゃちゃちゃ。私の母校はキュウリが有名な地域なので、給食でキュウリ丸々1本出てきます。かっこ笑い、地元は山形です。すごい、丸々1本。味付けは何なんでしょうね。塩かな、ちょっと漬物なのかな。味ない場合はね、ちょっとまあ確か、でも美味しいか、キュウリそのままでも美味しいもんね。しかも有名な地域なんてもうそのままが一番美味しいかもしんない。そしてなんと先ほど言ってたメッセージに返信というか違う人からのメッセージ届きまして、ラジオネームサナピオさん、関西大学卒業生です。さっき関西大学を受験するとメッセージを送っていたファンタローの方に、関大おもろいでと伝えたくてメッセージさせていただきました。ソータくんの大好きなジャルジャル様、そしてユリアンレトリーバー様、ユウセイくんとドラマ共演中の3時のヒロイン福田マキ様、そうなんですよね、マキさんも一緒、偉大な芸人様の卒業生もいて、すごく素敵な大学です。関大卒業したことを誇りに思っています。ぜひ関大に。すごい呼んでくれてますよ、サナピオさんが。しかもね、これ年齢見たら結構近かったんで、僕が関大の中高行ってたんで、そのまま大学行ってたら一緒だったかもしんないっていうね。すごいな。そう、関大めっちゃいいですよ。行ってみてください。芸人さん多いんですよね。だからなのかな、その芸人さんがすごい好きな熱があるの。関大がそうさせてたのかもしれない。そう、めちゃくちゃ好きだったんですよね。あと関大、まあ、でもこの後のやつもいいか。ラジオネーム高原さん、ソタこんばんちゃ、こんばんちゃ。私の母校はいろんな中学校が合併して新しい校舎だったのですが、結構綺麗だったのですが、教室が廊下から丸見えで裸状態で、とっても面白い校舎でした。もう卒業して1年超恋しいです。ソタくんの行った高校で面白い構造の学校や建物はありましたか。僕のね、その関大一中、関大一高は一瞬の時に線形校舎ってこう円になってる半分のところの校舎があって、みんなが線形校舎の前集合とかで分かるところだったんですけど、そこがめっちゃ坂なんですよ。で、坂の中でリフティングとか、バレー部はバレーのこうトスとかしてて、あれで鍛えられてんじゃないかな、足元。めっちゃ難しい、こうゴリゴリの岩みたいなところの坂でサッカーってめちゃくちゃ難しいんですよ。でもそこもありつつ、自慢できるところがもう一個あって、中学から芝生でサッカーができてましたね。僕その芝生でサッカーが中学からしたいっていうことでそこを受験したし、関大でも芝生があったし、サッカーがしたいっていうので中学受験したんですけども、自慢できるのはそうでしたね。だから中学から体育とかも芝生でやってましたね。なんかそこが自慢できるところかな、僕の。はい、
ありがとう。僕のじゃない、僕のじゃない、僕の母校の、あの自慢できるところです。ありがとうございます。たくさんのメッセージ結構 X でもね皆さん盛り上がっていただいて嬉しいでございます。それでは次はですね、僕が最近出会った曲というか最近よく聴いている曲を皆さんにあの流して皆さん聴いていただきたいと思います。2018年5月結成で千葉県、そして3ピースロックバンド、FM802 大忘年会レディオクレイジーにも出演しております、出演してますね。それでは聴いてください。 This is Last で Out Focus。 ラストナンバーは鈴木愛理で恋に落ちたら、フィーチャリングソラネ&タクタカハシでした。そうですね、昨日放送だったんですけども、バラエティ番組あざとくて何が悪いのでお世話になりましたけど、この楽曲は僕の先輩であるクリスタル K さんの楽曲で、鈴木愛理さん、そしてタクタカハシさん、ソラネさんが歌ってて、めちゃくちゃかっこよかったので最後に流させてもらいました。そしてこんなメッセージ届きました。ラジオネームヤマト海ガールさん、そう、こんばんは。私の母校の話がラジオから聞こえてきてリクエストしました。私も関西大学第一中学校高等学校に通っていました。え、そして先輩ですね。今は卒業シーズンですね。リクエストお願いします。今は中学の線形校舎建て直されてるみたいですよ。え、建て直されている、知らなかった、見に行かないと。しかも見たいですよなどに顔文字で笑顔を送っていただいてます。ありがとうございます。ちょっといい情報をいただきました。また行きたいと思います。FM802 デザインはファンタスティックフューチャー、ファンタスティックス中島壮太が1時間生放送でお送りしてきました。ということで、あのドラマおっさんのパンツがなんだっていいじゃないか、明日なんと最終回です。23時50分からですね。本当にぜひ皆さん最後の最後まで見届けてください。前はね、こう原田泰造さん演じる誠さんのアップデートだったりとか、本当全キャストの皆さん、キャストというかこう演者のキャラクターが全員アップデートしながら、もう本当にハートフルでホームコメディーなドラマになっておりますし、その僕演じる大地くんとまどか先輩の最後の行方はというね、楽しみなところがたくさんあるんですけども、ぜひ皆さんもリアタイでポストとかして盛り上げていただけると嬉しいです。そして今週日曜日夜9時からは F802 ビンタンガーデンは岩田貴則ミュージックライフ、僕の先輩エグザイル、そして三代目 JSOUL BROTHERS の岩田貴則さんが DJ を担当、ソロの自分と音楽についてお話しする1時間です。楽しみですね。僕もあの YouTube でミュージックビデオとか出たら絶対見てますし、ぜひこれ皆さんも聞いてください。そしてリサさん届いております。ラジオネームパンダのミミさん、ソータくんこんばんちゃむし、一回ここスルーしましょう。私の学校の自慢は高木梨沙さんの母校です。一緒の学校に通えるの幸せすぎて、神様ありがとうっていつも思いながら学校生活楽しんでます。梨沙さんの後輩からのメッセージが届きました。そうなんですよ、この後夜9時からは高木梨沙さん、梨沙さんのロッキッツ802ということで、このまま梨沙さんにあのつなぎたいなと思うんですけども、パンダのミミさんからのメッセージ届きました。これをお送りします。ということで、僕中島聡太とは来週またこの時間でお会いしましょう。ということで、あ、まだか、まだ 1分あるか、あ、間違えた、じゃあ結構焦って喋ってました。まあそんな中ですね、明日はですね、ファンタスティックスごとで言いますと、新潟でアリーナライブ、アリーナツアーがあります。インターステラティックファンタスティック毎公演、本当に実はですね、毎公演演出が変わっております。これは、まあ、やってるんですけど、よりいい方向に持っていきたいとか、ブラッシュアップしながらやっててですね、これはだから何度来ても飽きないと思いますし、最後の幕張メッセで行うザ・ファイナルもぜひねお越しいただきたいなと思います。ザ・ファイナルは7月に行われます。 2 days 行うんで、これは皆さんぜひ盛り上げて、そして来ていただけると嬉しいです。ということで今週もありがとうございました。最後にこれで締めたいと思います。バイチャー。